雑貨ショップの竹と言います。実は本日は高橋純一さんを熊野さん の、まあ、あの対論のお相手に考えていたんですが、昨日身内の方の不幸がありまして、東京をどうしても離れなければいけないという事情がありまして、急遽熊野さんと相談しまして、最初僕の方は、誰か、まあ、ピンチヒッターをお願いしたいするか、それとも熊野さんの一人語りで、やっていただきたいということだったんですが、まあ、昨日の今日なのでピンチヒッターと申しましても、そう、まあ急にお願いしても失礼に当たりますし、それで、まあ、熊野さんで一人語りってことを強く主張したんですが、やりにくいのでお前が、話を引き出して、くれと言われまして、全く適任ではないんですが、今日の進行は一応私が質問して熊野さんに答えていただくという形で進めたいと思っております。高橋さんと熊野さんの蝶々発信の議論を期待して来られた方には大変申し訳ないんですが、まあ、事情が事情なのでお許しいただければ。それでは早速は、では最初の質問から入ります。熊野さんはこれまでにレビナスや西洋哲学史、それから和辻哲郎など、まあ、主に哲学あるいは哲学史をめぐってお仕事をされてきたわけですが、まあ、この2013年というこの時期になぜマルクスについて一冊の本を、それもひたすら分厚い一部ではレンガ本とか枕本と呼ばれているらしいですが、この分厚い本を、まあ、1年足らずですよね、書かれたのは。で、まあ、そこら辺のお話を最初に伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。改めまして熊野でございます。ジュンク堂池袋新宿で何回かお世話になっておりまして、もしかして何回か前の機会にお越しいただいた方いらっしゃったらですね、髪の毛がなくなっているということで驚かれた方いらっしゃるかもしれませんが、悟りを開いたわけです。それで悟りを開きましたことと今回の本とも、まあ、関係があるわけですが、まず私とこれまでの仕事ということで申しますと、余計なことをまず一つ申し上げます。今日はタイトル、今なぜマルクスか、ね、今なぜマルクスかみたいな話で、もともと詰めたことについてそうですが、大状況を見えた話っていうのは苦手です。ですから今この世界はこうであって、それゆえにマルクスが生まれるべきなんだみたいな話をちょっと、ご勘弁いただきたい。ただ人間誰もが大状況の中で生きてるから、私は物を考え、物を食べるときでもある程度世界に規定されているわけですが、しかしそこから発想するわけじゃないんで、比較的個人的な語り口にどうしてもなってしまうと思います。で、今レヴィナスをまず挙げていただいたんですが、ここから言うと最近ですね、それでも担当編集者の竹さんはあらゆる機会を捉えて営業活動をしろっておっしゃるもんですから、あんまり向かないんですが、どっかでお話をしたりインタビュー受けたりということが若干あるんですが、その度に向こうの方が作ってくださる私の経歴で、レヴィナスを中心にうんぬんかんかんって話し始められたり書かれたりして、何にどんなこと言うんだろうと思って気がついたら、ウィキペディアにそう書いてあるんですね。で、困ったもので、ウィキペディアを信用する人がいるんだなってことを改めて認識しましたが、確かに、ね、本として出したの最初の本、レヴィナス2冊出してるんですが、非常に微妙な言い方になっちゃうけど、あれで1万円もですね、レヴィナス屋さん扱いされるのは大変困るんですね。というか、
レビナスって私の貧しい仕事の系列の中ではとっても特殊なんです。ある意味でどうしても勉強するときに語学的な制約もありますから、フランスがあんまり得意じゃないですし、かなりむしろレビナスの仕事が浮いてる面もあるんです。それがまず一つあるんですが、じゃあ逆にレビナスを書いた問題関心と、私今回マルクスを取り上げた問題関心が全く泣き別れになってるかっていうと、そんなことはまだこれもないんですね。それはちょっと後でお話しします。で、話がガチャガチャと前後いたしますが、ほぼ1年って書き始めて1年足らずでしたね。確か1500枚ってのは多分ちょっとサバ読んでます。多分バードの時数計算とかでやれば1500いって全然いってないと思いますが、まあ1500は超えてるわけで、1200、300ってキリが悪いし、大体1500と昔風に原稿して書いたら多分1500だったんじゃないかという計算ですが、確かに私としてもほぼ全部部分的に再利用したところを除けばほぼ書き下ろしですし、1年足らずで1500枚書くっていうのは、まあ、本当はやっちゃいけないことぐらいで、早すぎるんですが、ただそうですね、本当にこの本を書こう、マルクスで書こうと思ったのがそれほど遡らないものですから、で結構集中的に仕事をして書いたことになります。じゃあ何かいつそのいわば本当に書こうと思ったかっていうと、もちろん私出自というものもあって、前置きも書きましたけど、平松渉さんに世話になりまた影響も受け、平松渉さんを中心とした研究会にも出ておりましたから、関心の一端には入っているわけですね。入っているわけですが、その気があったかなかったかっていうと、ほんの数年前、または5年前は全く考えてなかったと思います。マルクスで書くことは予定してなかったんですね。じゃあ何がきっかけかっていうと、これはこと挙げる事柄が若干大状況を見えてくるから嫌なんですが、でもまあある話のきっかけとして申しますと、311です。311の後に、311と311と福島の後にマルクスで書こうと思いました。でこれはお話しするのがはばかられるほど素朴な話です。つまり311があり、あれは一個の自然災害ですが、その後は福島をめぐるさまざまな件があり、かなり日韓的に実感的に、誠に残念ながら世界は資本性によって動いているこの世界はやはり資本性が支配してる、だからどうだってことはないんですが、で一応哲学家の端くれだから自分が生きている世界を理解したいということがあって、しかも自分が生きている世界がさまざまな条件付けを受けているわけですね。でその条件付けを、意識せずに受けている条件付けが膨大にあるわけですけれども、そのうちのいくらかの部分ないとも、少なくとも大枠については意識された条件付けに変えていきたい。簡単に言えば何が自分の性を条件付けているのかということを知りたい。これは一貫した問題関心です。でその中で大枠として改めて資本性っていう問題を考え始めたんです。もちろんいろいろあって科学技術のものをめぐる問題とか、いくらでも論点がさまざまな人がさまざまな発言されているわけですが、だその辺はあんまり私専門ではありませんから、無責任なことを言う気はありません。それからもう一つはですね、ネガティブに言えば311があり福島の一件があり、いろいろな方がいろんな発言されるわけですね。で私も出版関係とか新聞関係とかそれなりに長く物書いてると付き合いができますから、何件かいわばインタビューしたいとか発言をこっちでまとめたいとか、あるいは原稿が欲しいとか、少なくとも複数の311絡みの申し出を受けました。
どれもこれも、もう限界に断りました。それは一つには、そういうアクチュアルな発言というものを基本的に自分には禁じてきたからです。事柄を十分把握しないうちに、何か、例えばこれまでこういう仕事をしてきたもの、あるいは例えば哲学研究者、あるいはもっと露骨に言えば、私こう見えても東大教授なんですよ。だから東大教授熊の発言として、例えば311の福島などについて発言するっていうことを一切、直感的に絶対だと思ってやってきませんでした。で、実際現れたさまざまな発言、多くの発言は私やっぱりもうほとんど消えてると思います。8割9割あの時の発言が消えてるんですね。で、しかしだから私としてはそういう形ではなく、私の及ぶ範囲で、またどこまで何が届くかは別として、何か応答しようと思って、それが私にとってはこの時点でマルクスを読むということで、それとも多分いやーまだ距離があるじゃないかというふうなことをお感じになると思うんですけれども、それはそこで最初の話に戻ります。私があの一見で、まあ、間違ってるかもしれませんし、部分的な感触なんでしょうが、少なくとも私個人に強く感じたのは、ことは資本制の支配であるとまではなくても、とにかく嫌をなく我々は資本制が支配する世界に生きていたということをごく素朴にしかし切実に感じて、じゃあその自分が生きている世界を枠付けている資本制を意識された条件に変えるときに何が手がかりになるか。もちろん素手で自分の手で一歩一歩一つ一つ資本性を現在解明するなんてことは、これは力に余るし、というか全くできませんし、私自身の仕事ではない。私はいろんなテキストを読んで、そのテキストをいわば次の世代に手渡すということをいつからか仕事の中心だと思ってきました。で、その限りでは私が親しんいくらかでも親しんできた本の中では、今現在でもやはり資本性というのをその基本に基礎的な構造においては捉えるときに、ある意味で残念なことにマルクスの資本論を超えるものはない。これはとりあえずほとんど根拠を挙げずに断言ということになっちゃいますが、しかしまあ本の中でもそう断言して全然根拠を挙げたいんですが、と思ったもので、きっかけとしては、その地震と原子力発電で、例えば原子力発電について、じゃあ私は今どう考えるかっていうことはご勘弁ください。それは当たりしないことをしてもご勘弁ください。ただそれがをきっかけに、かなり真面目にマルクスについて考え始めて、で、去年の夏休みに少し時間取れたんですよ。で、多分だからこの本の5分の2ぐらいかな、夏休みに仕上げて、その後はまあしこしこ書き継いで、9月の出版に、持ってきたというのが入ってです。で、まあ、2番目 の、 以前から文献を、まあ、準備してなかった話は、それはだからしてるっていうか、これは別のところのインタビューに答えたことと重なっちゃうんですけど、私はどの仕事も泥の輪なんです。まっとうな研究者はですね、何十年かかって文献を集めて文献を読み込んで、人によってはカードを作って、カードが溜まっていくことで問題意識がこうだんだん醸成されていって、で、自分の最大の仕事を一つ仕上げて、例えばそれが昔だったらそれが博士論文になったわけですね。ところがそういう形で仕事ができなかった。だから全然研究者としてはまっとうじゃないんですね。大体なんか上から降ってくるんです。上から降ってきて、あるいはどっかから湧いてくる。この場合上から降ってきたのはまだ地震とか原発ですから。で、そこで自分でも意識しなかった自分の思考の脈絡がついてきたり、自分がそれまで強くは課題だと思わなかった課題が自分の課題になってきたり、で、でも漠然とした問題関心があるから、もちろんある程度本は集めて読んでもいましたし、背景として広松グループとの付き合いがあって、広松グループ半分ぐらい経済屋さんですから、読んできました。だからそうですね、いわば70年代それから80年代通しての一定程度の蓄積と、で、今回書くと決めて泥縄で検討した文献と、
わかんないですけど半々ぐらいですかね。でこれは大体いつもそうです。でいつも見切り発車で始めるんです。完全に準備して読むべきものを全部読んでっていうと多分僕みたいなタイプの一冊も書けないんですね。でもう勘でこの辺りが落としどころなのかなと決めちゃったら、集中的に少し調べ事をしてあとは書きながらさらに、読んで影響を受けてその結果前の今が全然変わっちゃうというようなことも情けないことにありますが、だから一応、今のお話について、大枠でお答えするとそうなんですが、あと一点そうですね、これ後でもう一回、出していただける疑問を若干先取りしちゃうかもしれないけれども、私ゾーンから生きてがたいところがありますね。で、なんかね、親分子分の関係みたいなのがいかにも全近代的なその内柄みたいに聞こえるところもあるからあんまり強調したくないなって思うんですが、とにかく私にとって、広松渉さんっていうのはかなり決定的な存在です。で、どのくらい決定的かっていうとある面でその広松さんの影響を自分で意識して消去しなきゃいけないっていうぐらい決定的なんですね。逆説的にですけど、とりあえず例えば仮に今この中で広松渉先生のお書きになるものと僕が書き散らしたものとどっちもいくらかメイトしたことがあるって方がいらしたら特にある時期以降のものについてはお気づきになるでしょうけれども、広松さんの本って開けばですね真っ黒なんです。なんで真っ黒かっていうと漢字ばっかすかで僕の本はどこ開いても比較的白いと思います。ね、比較的白いですこれは批判もどうしてその言葉までひらがなするかねあんたはって批判も繰り返し受けますが、しかしかなりある時期から意識して仮名を使っている方ですね。でそれは私なりの日本語に対する考え方も私なりの書き方も今現在少し固まった話がありますけれども、ただ出発点さえ登れば明らかにこれ反動形成ですよ。先生筋がああいう漢文書き暮らしよりもちょっと漢字が多いなっていう文章を書くから、そこまで真似たくないというかですね、それだけは嫌というかですね、その結果今かなり仮名が多くかつものすごく単純に色分けしちゃえば広松さんが漢文脈だとすると私はある部分は和文脈で、書けるとか書こうとしています。でもう一回話を持ってあっちゃこっちゃしてますが、そういうことを苦労して試みなければならないほどに決定的な存在なんですね。で、それは今私もの考えた時にどのくらい広松さんを踏まえるかとか広松さんの影響下であるかとか広松さんのことを参考にするかとかはとりあえず独立な問題です。なんか非常にエモーショナルなこと言っちゃうと、広松さんの業績そのものを除いてもですね、まず個人的に私にとってとても魅力的な人間でした。亡くなった広松さんっていうのはで矛盾だらけのひどいやつなんですよ。本当にもういろんなところでいろんな矛盾を起こしてる人としても、でだから一貫性なんてないところもあるんですね。あるんだけどでもその矛盾だらけのところを含めてやはり私は今まで会った人間の中でも飛び抜けて魅力的だった人間の一人です。で幸い私多分もういい年こいたしそろそろ率直に言ってもいいんだろうと思いますが可愛がられたんですね。今から想像つかないと思いますけれども、私結構可愛かったんですよそれもあって、端的に可愛がられたんです。で自分にとってとっても魅力的でしかもその人間に端的に可愛がられたっていう経験はやっぱそんなに多いもんじゃないし、それに対して答えなきゃいけないっていうのは普通の人間だと思います。だから
さっきギリカタイって言ったのは、だから平松さん亡くなって10年経った時は少し無理して本屋さんにも無理って、コメントしてますね。あ、戦後思想の一断面という本をですね、中西屋さんから、出していただきました。それがちょうど9年前になります。で、来年はちょうど20年なんですね。だから、20年という境あたりにもう一冊明治的に平松さんと絡む本は書いてもいいかなとは思っています。ただ、10年前の本の後書きで書きましたが、あそこでこのような形で平松渉についてはもう二度と語らないと書いてるんですが、それは今でもそう決心していて、だからああいう形で平松さんについて語るのはあの本が最後です。ただやはりさらに10年だし、まあ9年ですが、広間さんと強く絡む形での本を一冊ということは考えました。いろいろ話があっちゃこっちゃしっぱなしですか。とりあえずお答えしたことになりますでしょうか。はいはい。広間さんの話は後半の方でお聞きしたいと思っていたんですが、出てきたついでにお聞きしますが、広間さんには資本論の哲学という、タイプのやっぱりこれも著書がありまして、その他に広松さんのグループが、資本論を物証化論を主軸にして読むっていう、強調スタイルの本があるのですが、熊野さん今回の、ご本をお書きになる時には内容的には意識されておられたのでしょうか。それも見え見えなわけです。で、実はですね、この現代マルクス資本論の思考ってなってて、これは武さんと何度も話し合って、で私も結果的にはこの題名で一番よかったと思うんですが、私が最初出した案は資本論の思考だけでしたよね。それを広松さんに資本論の哲学があり、この広松グループの年長者だった吉田紀夫さんに資本論の思想というのがあり、で私は哲学でも思想でもなく思考という題名で一冊書きたいって確かまず申し上げたと思うんですが、思想と思考っていうのは僕は大体意識して使い分けて、で大抵思考という言葉を取ります。思想思考って何だろう、僕英語弱いんだけれども、thought とthinkなり thinking なり、例えば仮にそうするとすると、思考の方はまだ動いてて完結してないんですね。で、思想は思考された内容で、なんかそこで止まってるイメージがあって、実際そういうふうに使えることもあると思うんです。で、だから常に、意識的に書くときは思想って言葉はあんまり使いません。で、常に思考で。で、今回の資本論について、それをまとも、ある考えられて完結した思想としてではなく、マルクスのテキストに寄り添って、その中でマルクスと一緒に運動としての思考を展開していくっていう含みで、思考というタイトルを最初から考えていました。実際そのとおりかどうかもちろん自分で判断していいことではないし、できることはでもないんですが、で哲学っていうのはもちろん資本論哲学じゃまんま一緒じゃないかってこともあるんですが、もちろん広松さんの資本論哲学というのは資本論体系全3巻見渡して、それについての広松さんの立場設定があった上でのその本なんですが、ただ扱った範囲は、要するに中心は価値形態論とフェティシズムの話と交換過程前なんですよね。だから第1巻のごくごく前の方の話はあれだけ、しかしそれを膨らませて大きな本になってるわけですが、その範囲で言うと文字通り哲学でいいと思うんですよ。だけどやっぱり今回の総体についてはやっぱり哲学とだけは言えないだろうな。だから思想か哲学かっていう時は、私は専門の関係もあって思想ではなくて哲学とりますけれども、で思想か思考かっていうと今回も私思考をとりまして、で哲学と思考という二択を残すとすると、やっぱ今回は哲学ではなく思考だというのが一応題名に題名最終的に選んだ理由です。で、広松さんが編集した本で、あれは当時の研究会で僕全員知っている
ただ一部の派入ってるんですけどねまあ広間さんに近い経済学屋さんの方ほとんどそうですが、まあ、分担執筆してるわけですけれども、で今回ほとんど多分全部言及してると思うんですが、あのもちろん最も参考にし参照した本の一つなんですが、どうしましょう、ちょっと資格の違いを触れましょうか。そうですね、特に物証化、物証化、うん、いや、あの物証化ってことを今出してきたいのが、それについても触れる形をちょっともうちょっと話、そうですね、そういう反応を特に旧広松、旧、まあ旧だな、旧広松グループ、ないし広松派の残党みたいな人の一人から送りまして、そちらに送って令状いただいてるんですが、その方が広松さんのスタイルと全然違うのにまず最初思ったということをおっしゃって、それから口頭で普通に物証化論じゃないじゃないかというふうに遠回しにかつての仲間に言われたこともあります。でそれはですね、仮に広松さんの議論に通じておられて、僕が今回書いたものを少しご覧になって、あれと思われる方は思われるかと思うんですね。で、少なくとも表面上、今回このマルクスの資本の3巻全体の解釈について、広松さんの編集の本の副題とか間に挟まっていることを使えば、物証化論を私軸としてという読み方はしませんでした。確かそうなんです。でなんでかというとですね、これいくつかあって順番にうまく話せるのは自信ないんですけれども、物証化論自体がいろんな文脈でまさにその時に登場した話なんですね。で少し下世話なで、今多くの方にとってあまり関心がないだろうことから言いますと、物証化論っていうのはまず政治闘争の中で出たんですよ。ある大きな党派が、阻害論を掲げてた。それに対して、今、まあ、どう見ても客観的に言えば弱小党派の、まあ、まあ、少なくとも相対的に小さな党派が、あいつらとは絶対違うっていう時に物証化論を担いで、あるいは広松さんにもかなり強くその意識があったっていう点があります。だから物証化、マルクスは阻害論じゃなくて物証化論なんだよっていう時は、登場の脈絡から言うと第一義的には政治闘争なんです。でこれは馬鹿にして言ってんじゃなくて、その時の文脈で言うと大事な話なんですよね。でそのまず政治闘争っていうレベルで言うと、今端的に言いますけど無意味でしょ。のところで例えば物証化阻害論を今まだ掲げている方に対して、いや物証化論だとかって言って、政治にも喧嘩にもならしないわけで、なんと言って僕は無意味だと思うんです。でもう一つ、これ順番にうまく話せませんが、とにかく資本論というのは非常に大きなテキストです。傘としてもボリュームとしても中身としてもとてつもなく大きなテキストで、これのおよそ10倍ぐらいあるわけですよ。で、だからレンガみたいとか分厚いとか嫌がらせかとかって言われましたけれども、これでものすごくコンパクトになってるわけですね、全体が立ってくるやつ。で、その量的にも質的にも非常に大きなテキストを、まずある一つの概念だけで読み切るというのは無理なんです。もちろん例えば物証化ということでスパッと来てうまい読み筋が出てきて、それが有効な場面はもちろん複数あるいはかなりの数あると思うんですが、全体を物証化論を通して読むという建前を例えば今僕がやれば、必ずテキスト自体を貧しくしてしまいます。でまたそこでいわゆる阻害論者とか小競り合いなんて繰り返した日にはテキストそっちのけになっちゃうんですね。で素直にテキストを読めばマルクスもちろんフェアザ物証化という言葉を使います、フェアディエンクリヒクムという言葉を使うし、それに関係する例えばフェティッシュもいろいろあるんですが、決定的なところで繰り返し使われるのは僕はむしろ神秘化だと思います。
だから神秘化というような表現が出てきた時には大抵私言語を入れてます。で、言語を入れることの意味はそれはポイントのことだったんですね。で、実際上議論の曲がり角あるいはいくつか頂点があるわけですが、その頂点 でほぼ必ず使う言葉は神秘化です。だからテキスト内在的に言えばむしろ物証化よりもテキスト内的なキーターンは神秘化だと思うんですね。で、これ別の文脈でまたお話することになりますが、だからその意味でもいわば物証化論を正面からかざして、いわば広松さんの後継者は私でございますみたいなことは今回一切してなかったわけです。それからもう一つ、これは一応限定して言っとかないといけないと思ってないと思うんですが、じゃあ物証化論って、まあ、資本論の読解において意味がなかったかっていうとそんなことはなくって、絶対もうそこから後戻りするわけにはいかないっていう意味がまず一点あります。それは広松さんが物証化っていうことを強く基軸として打ち出された時のむしろある長い座談会での発言が典型なんですけれども、ものすごく大雑把に言って、経済学におけるその典型的にはいわゆる等価労働価値説っていわれるやつですね。等価は投げて下投げる等価ですから、等価労働価値説っていうのは、これはマルクス自身が等価労働価値説を取ってるって論者もいるわけですが、でこのような話はもうマニアックなんですよね。まあそれ以上はしません。だけどそれはいわば経済学における阻害論の経済学版なんだという見方が広松さん示されました。これは多分正しいんです。多分正しいって言うとすっごい偉そうですけど、多分そこから後戻りできない解釈の地点だと思います。確かに等価労働価値説ではないんです、マルクスの場合で。等価労働価値説っていうのはまさに少なくとも広松さんが取り出した形での阻害論の論理になっている。これは間違いないです。で、等価労働価値説じゃないマルクスの労働観っていうのを捉える一点では物証化っていう発想言葉は絶対的に重要だと、これ一点ははっきりしてるんですね。たださっき一応ね、宮田島氏が知り合いの広松グループの残党とかですね、あの本をお書きになっている方とかいると嫌だなぁと思っていらっしゃらないようだから言いますが、あの本今でももちろん読まれるべき本だけれども、ああいう形でですね、複数の人間がしかも物証化論の旗頭である広松さんのもとにまとめますと、物証化という言葉が打ち出の小槌になっちゃうんですよ。どうしてもなんか出てくると、あ、これが物証化です、この段階の物証化これです。で、物証化っていうのは使い方がまた難しい本だと思うんですね。で、これが物証化であるっていうことを言うのはまあ比較的単純で、でだ物証化ってことはそういう文脈で甘い使い回すと変な言い方ですけども、物証化っていう言葉自体が固まってもろ化してしまうんですよ。で、物証化っていうのは少なくともその言葉を使ってマルクスの基本的な資格に結びつけているならば、目の前にあるものをただのものとして見ず、目の前のものは運動してるんだっていうことを抑え、目の前のものをものとして見ずに目の前にものとして現れているものは実は関係なんだって見る立場を含んでいるとしたら、でそれを物証化って呼んでもいいんですが、僕としてはむしろその実際現に見えているものの事物の背後に直接的には見えない関係を見通す資格だっていうふうに捉えたいんです。で、そう考えるとそれは広松さん以来言われてきた物証化論とやはり少し似てます。だから物証化っていう言葉を特に強く打ち出せなかったということ、それからこれもある意味で好意的にも言われたんですけれども、何かですね、強い一義的な解釈を出そうとは考えていなかったんです。
これは私は書くの常にそういう面もあるんですけれども、何よりもまずテキストに語らせるという方法を今回も取りました。で、裏側から言うと、私ははるかなですね、叶えられるかどうかわからない望みや祈りということから言いますと、この本を手に取った事実上少数の方がですね、資本論を手に取ってほしいというのが切実な願いであり祈りなんですね。だから自分がそれをある形で加工して差し出すそのものについて、何か通りのいい図式とか分かりやすい構造の整理とか、そういうものによって何か一時的な解釈を出そうということは最初から目指さなかった。で、その解釈の例えば一つのあり得る基軸のですね、選択肢の一つがいわゆる世に言う物証化論だとすると、それはもう選択してないということになります。だからそうだな、なんか個人的なこと言うと、愚痴になるんだけど私レヴィナスの仕事をしてレヴィナスの本を出した時に、旧昼松グループの方々にソース感を食ったんですよ。チャラチャラとフランスなんてやりやがってっていうのが、多分彼らが一番言いたかったことなんじゃないかと思うんですけれども、私の最初の本としてまとまった仕事が、パッと見では、姿をパッと見では限りなく広松さんの主題としても文体としても距離があるっていうことについて、いや広松原始者たちはみんな怒ったんですね。で、それから20年近く経って、じゃあ今回の本どうかっていうと、彼らとしては困ってるわけです。論材としてはこれはザ・広松、まさに広松学科がやんなきゃいけないことなんですが、少し司祭に読み始めると、どうも広松さんとかなり違うっていうか、少なくとも書きっぷり、抑え方とは広松さんとかなり距離があるっていうとね、褒めていいのかまたけなせばいいのかっていうことで、旧広松グループ、あるいは広松派の残党たちはですね、多少困ってるという面もあるんです。最後余計なこと言いましたがよろしいでしょうか。今のお話の前提であるですね、疎外論と物証化論の切断線っていうんでしょうか、その点に関して熊野さんはどうお考えなのでしょうか。ですね、まず最初の端的に言いますと、それは思想形成してきた研究をしなきゃいけないわけですよ。で、いわばマルクスで書いて、でも今回資本論で書いたっていうのは、そういう思想形成的な話をしたくないからっていうことがあって、で逃げた先が資本論書いて、全然逃げてないっていうか、最悪のところに行ったっていうところもあるんですけど、そういう意味では、だから今回私が考えた範囲では、それに対してきちんと答え用意していません。で、どんな思想家でも哲学者でも、もちろん何回か大小さまざまな展開あるわけですよね。で、この国の文脈でいうと、広松さんが、ドイツイデオロギーの共同執筆の段階切断線を決めて、でそこで疎外論から物証化論へっていう構造立てになったこと自体は極めてブリリアントな言い方だけど、もちろん今でも有意義だと思いますが、でただその時同時に広松さんが言い続けたことですけれども、そんなのは基準の当て方でどうとどうもなるわけです。で、例えばその後すぐ出てきた議論、陽光グルント一世には疎外党とかバンバン出てくるとかね。だからどの道一時的には確定できないわけですよ。で、ついでに言うと、疎外論、物証化論という立場を明示的に取る方は、疎外論に辛く当たるわけですね。その今現段階で言うと、別にそんな辛く当たんなくていいんじゃないかって思うんですよ。で、これはいくつかの層があります。一つには、そういう疎外論から物証化論へって構造を取った時に、要するに
疎外論段階というのは、仏性からの以前のものとされる、マルクスの若書きの文章文ですよね。であれやっぱとてつもなく魅力的なんですよ、テキストとして。つまり、マルクスは元来、いや僕は多分大切な方だと思うと、まあ、詩人になりたかったんです。で、まあ、詩人なんだけどよかったなと心から思いますけれども、でもなるほどこれは詩人になりたかった人間の文章だっていうのが、初期の文章ではよくわかります。資本論の中でも第一巻では一部そう思います。 だからとてつもなく魅力がある文章だし、かつまあ読んでて元気が出る文章で、昔風の言い方をすると空気が入る文章ですね。だから全然それはそれでいいじゃないか、テキストとして。で、経済学、いわゆる経済総合、経済学哲学総合とか並行する見る標柱とかだって、とっても美しい一節がいくつかあるんですよね。で、それは例えば疎外論だから聞いちゃいけないとかっていう、そんな不自由なことは全くないんであって、そういう文章を好きでも絶対構わないかと思います。それがまず一つの層で、もう一つの層はですね、これはすごく微妙なことなんですが、一部例外を除けば疎外論の立場に立った人の方が息が長く活動するというか、結局現場に近いところに居続けるというか、疎外論を掲げ続けた人の方が説を通した人が多いというか、いやこれ以上言わないけど少なくとも、あ、そうだ、別の言い方をすると疎外論者の中でとても尊敬せざるを得ない、方々っていうのが数多いので、別にそういうのを親の敵みたいに批判する必要は全然ないじゃないかというのが現時点での判断です。ただ僕疎外ってことはまず使いませんよね。まず使いませんが、しかし疎外論の相対に対してどういうスタンスを取るかっていうと、とりあえず今のスタンスはそういう感じ。戦後の日本に関して言いますと、先進資本主義国で、マルクス経済学の講座がね、これほど多くある国ってのは珍しいって言われているわけですよね。まあ、そのこともあって、特に宇野講堂を中心とした宇野学派が、まあ、活躍して、膨大な資本論の、解釈の歴史を積み上げてきているわけですね。で、熊野さんは、まあ、そこにこの本で新たな一石をもう投じたわけなんですけれども、それは逆に言うとこれまでの解釈の歴史に不満あるいは異議を持ちだったということなんでしょうか。今ちょっと主題的に宇野さんとの関係まで喋っちゃっていいですか。はい、ですね、まず もちろん率直に言ってです、多分ね、私はあんまり参考文献を並べるっていう書き方はめったにしないんですけど、でも、仮にそれぞれの本で参考文献をこう拾ってって引用してるのを拾ってってこう一覧にしたと しますね。で、今回の本が多分一番冊数多いと思うんですね。で、全体としては、まあ、要は家内の参考文献を挙げてて、で、その中ではほとんど日本語の本にした、翻訳を含めて一部翻訳含めてほとんど日本語の本ばっかり出てます。で、まずそこから言いますと、私も見えたろうと思ったらですね、もうちょっといかにも学問的な本に見えるように膨大な横文字のものを挙げて、その後ちびっと日本語を挙げるっていう定石を踏んでもよかったんです。で、今回もいくらか哲学系の議論にコミットしてますから、それももうちょっと増やしてね、で全部例々しくね、ハイデッカー、マルチン・ハイデッカー、ザイオント・ザイト、
第何版何年とかですね、全部横文字並べたって、いや、あのこれ見えとかってそっと言いますけど、やろうと思ったらいくらでもできますよ。あの下手にこれで飯食ってるわけじゃないから。でもそれ効果しなかったんですね。で、あの一つには明らかに資本論という本を論してきた人は、経済学屋さんですよね。まあ言論屋さんですが、まあで私それにも意義があるんです。そもそも資本論が経済学の本であるという出発点に意義がありますが、それちょっと後回しにして、でも事実際上少なくとも経済学畑出身の経済学者をやっている方、あるいは経済現場をやっている方が膨大な蓄積コロニーでおっしゃる通り積み上がってきて、で私は今日本語で、今というかその時に日本語でマルクスの資本論について書こうとしているという時で、しかも日本語で、日本語を介する人を書くわけで、今日本語でマルクスの資本論について書くということを少し考えました。しかもいわば普通に言えば素人が書くということで、あの言いたい放題書いてもいいわけですよ。もう先行研究までだってどうせ素人だもんっていう言い抜けいくらでもできるんですが、もう少し真面目に、その条件下で書く以上、素人であるがゆえにこの国で日本語で蓄積された業績を踏まえないのは、これはこんな失礼なことはないし、またその文脈で読んでくださる読者にとっても逆にコミュニケーションをつかないのです。これまた失礼だと。だから膨大な業績 あのほんの一部です。もちろんそんなもんなの全部読んだら死ぬまで書けないから、ほんの一部だけれども、でも意識的に言えばなるべく読み、なるべくしかも言及するようにしています。それはあの一素人、そういう学問の絵は分担分業化すれば、普通に考えれば一素人が人様の領域にあの出かけていって、日本語で現在素人として発言することの最低限の礼儀だと思うから、なるべく言及し引いて、また参考文献は例例しか挙げているわけですね。でその中でじゃあ宇野さんなんですけど、まずあのこの中では割と比較的ですね、業界ついてる方いらっしゃると困るなと思ったんですが、ただ、多分間違いないんですが、あのこれもだいぶ昔話になりますけど、例えば30年20年30年遡ったとして、宇野さんとその学が目立ちますけれども、でもいわば頭数を数えたらね、おそらく圧倒的に正統派だと思うんですよ。数はむしろ要するにあの宇野経済学ではなくて、いわゆる社会主義経済学、いわゆる政党派の方が多分頭数多いと思います。で、だから宇野さんは決して主流ではない。宇野さんと宇野学派は一方ではあります。それからもう一方では、いや正しい話だけれども、宇野さんはあの社研っていって学部じゃなくて社会科学研究所ということを属するんですが、厳密に言うと東大経済学部じゃないんですが、所属がね。でも東大経済学部であの マルクス主義経済学、マルクス経済学で言ったら最近の3人にちゃうなので、少なくとも経営者弟子になりましたが、そういう意味では東大経済学部っていうかつてのマルケの一方の中心が圧倒的に宇野さんの色が濃かったから、その意味では絶対数では負けてるけれども、 ある濃度ではあのかなり濃いっていうふうにおそらく見ていいんだろうと思います。今はどの道あのネクサーの朝とか言う世界だと思うな、余計なことばっかりと思いますけどね。でちょっと宇野さんの話にすると、それでもですね、まず宇野さん個人からすると、宇野幸三という人は間違いなく、資本論全巻にわたってこの国の近代で最もあの全体を深く読もうとした人であることは間違いないと思うんです。だから資本論の解釈において問題となることのかなりの部分が宇野さんがすでに問題提起をしている。で、ある学科のボスになるっていうのはそういうことでもあるんですね。あの弟子どもを食わせなきゃいけない。で、弟子ども食わせるったっていろんな層がありますけれども、あの問題ばらまけなきゃ、ばらまかなきゃいけないんです。でどれかの問題に弟子たちはそれぞれ食いついていく。
それかなり幅広くばらまかないと大きな学科にならない。だから宇野さんがあれだけまんべんなく問題をつかみ問題提起したからこそ宇野学科って成り立ったんだという面があって、それも含めて資本論読解においてやっぱりどうしてもこの国で外せないんですね。でそれを前提にして言うと、これももうすでに言われたことだけど、昭和だけとか宇野言論じゃんって、まあ、何人かの方に言われました。で再構成のですね、形式的なところでは大きく2点宇野言論の構成に従ってて、一つは宇野さんが流通論というけど、僕は第一編資本の生成と呼んだこの小さな部分を変として独立させたのは、これはまあ、形式上の算したがってるんですね。まあそうも書いてます。でこれは必然性があって、宇野さんのその背景にあるのが正しいってじゃないんですが、資本論の構成の読み方として正しいと思ってしながっていて、要するに資本のですね、資本が出てくるところまでの話っていうのは第一巻の一部じゃなくて全体の序論っていう性格が強い。まあ、確かなんです。それを宇野さんみたいに流通論って呼んで別の理由付けによって独立させるかどうか今置いておきますが、区切りとしてはまさにそうだから、これは読み方としても従ったと言っていいのかもしれないですが、第2点目指すところは時代論が資本論では一番最後だけど、それを最後にしなかったなんかこの時代って、ね、土地と時代の話で結ぶって悲しいでしょうか。いかにも、ちょっと今あんまりどうかなって話で西郷君が、ね、これは後の読みの話と絡んじゃうけど、やっぱり今信用論が残っている大きなポイントだっていうのは僕もそう思うんですね。だからそういう意味で信用論を最後に持っていくために違い論を繰り上げた、この2点でまず構成上宇野さんに従っているわけですね。で、宇野さんについてもうちょっと言います。宇野さんっていうと、どうでしょう、多分もう僕よりもっと詳しそうな比較的後天性年齢方の方もいらっしゃるので、はばかられますが、若い方もいらっしゃるから念のため申し上げますか。三段階論というのがあってですね、マルクス経済学と一応言っておきます。マルクス経済学を再構成するときに、言論あるいは原理論、それから段階論、それから現状分析っていうふうに宇野さんの学科を分けるんですね。でその場合の言論原理論っていうのは資本論を基準とするっていうのは、これはもちろんマル系それから宇野系であっても共通の理解です。で、今分かりやすく説明してしまえば、言論は、資本論がベースになるけども、でも資本論だけでは解けない問題がいっぱいあるから段階論が必要で、段階論のベースの一つはレーニンです。ですね。で帝国主義論で現在を丸ごと切るわけにいかないから、さらに現状分析が必要だと。ものすっごいうるさがバケて出てきそうな乱暴な説明だけど、でも簡単に言うとするとですね、で段階論現状分析についてはまあこれは完全に経済プロパガンスですから、私今何にも申し上げる気力も資格もありませんけど、言論です。でいやいや複雑な話になっちゃいますけど、で宇野言論の特色は、これももうご存知の方にとっては本当に初歩的なことから確認しますが、純粋資本主義の想定っていうのがまあ基本なわけですよね。で、マルクスと資本論もイギリスをモデルに、半ばそうなんだ。だけどいろんな余計な強雑物が入ってる。だからマルクス本当は書いちゃいけないといっぱい書いてるんだっていうのが宇野さんなりにその学科の基本認識で、資本論に抱えていることを純粋資本主義論として、もちろんそんなもんどこにもない、純粋資本性なんてどこにもないってことは宇野さんだって宇野学科の面々だとみんな知ってますが、しかし理論構成としては純粋資本主義を想定した上で、その論理、これポイントなんですが、論理的再構成が言論なんですね。 で、でここで話がぐっとガチャガチャしちゃうんですけど、まずそういう言論と資本論を読むことは重ならない、完全には重ならないわけで、
あるいは資本論を読むという営みは原理論を作るということとは強く独立、相対的に独立です。でもちろん僕は経済学者じゃない、経済学者はやっさらないという前提でいます。経済現場の新規臭いものをやる気はないので、資本論を読みたい。でその場合ですから、分かりやすいところから言うと、言論屋さんを切り捨ててるところも、言論屋さんなら切り捨ててるところも読むというのは私今回の読むスタンスで、例えばですね、例を挙げます。宇野さんに言わせると、資本論でマルクスは書いちゃいけなかったこと、あるいは書かなくてもよかったことっていくつも挙げられていますが、一つは労働日をめぐる闘争っていうのがあって、要するに簡単に言えば、働かせる側は長く働かせたい、働く側は長く働きたくない。で、一日に何時間働くかって労働日ですね。で、それに対して資本の側は、当時の話ですが、12時間、16時間と働けと言い、労働の側はたまんない、標準労働日、せめて10時間まで。まあ、当時の話ですよ。で、マルクスはそこで、ここではまあ権利と権利がぶつかり合って、レヒと、だから正しさと正しさがぶつかり合って、正しさと正しさがぶつかり合うときに、ことを決するのはゲバルトだって言うんですね。ゲバルト暴力だ。で、それは言論の中には登場しちゃいけない言葉なんだっていうのが、宇野さんの立場です。だから、労働日をめぐる闘争っていうのは、大体、まあ宇野さんだけではないけど、言論の中じゃまあ産業ですね。宇野さんも1ページぐらいかな。で、それに対して、よしあし別だけど、私はこの話今回かなり拾っています。他にもマルクスの歴史的な議論っていうのを意識的にかなり拾っていて、それもほとんどは宇野言論をはじめとして、あるいは宇野派のさまざまいくつかの言論が、まあいわば資本主義、純粋資本主義の取り出し、言論自体、資本論自体を純化し、言論を論理化するときの強雑物、余計なものと見ている。そうかもしれない。その次元で争う気はない。ないけど、でも現にマルクスの資本論というテキストはそうじゃないんです。マルクスの資本論のテキストっていうのは、マルクスがその時イギリスで見ていた現に労働者が置かれている状態について、詳細な分析、膨大な資料に基づく詳細な分析を含み、とてつもない正解していたパースペクティブを持った歴史的な議論を含んでいる。で、これは資本論のおまけではなくて、まさに読みどころの一つだと思うんですね。だからその意味で言論を書くことと資本論を読むことは相対的に全く同じことなので、だからその限りでは宇野さん、宇野学科との距離はこの本自体すごく自分では思ってるんだけど、一つはどう相当って組んでるなっていうのは悩みどころなんですが、もう一つ大きな問題を起こしました。資本論っていうのは何の本か。当たり前の話で経済学批判の本であって、経済学批判の続編であり、副題は経済学批判であって、マルクス経済学の本では全くないわけですね。で、だから人様のですね、商売に申し付けると、次に自分の商売に申し付けられるからなるべく仕方ないんだけど、本当は現実的に言えばマルクス経済学っていうのが存在したこと自体が七不思議なんです。あってよかったなと思います。あってよかったと思いますが、本当は、いわばね、ものすごくひどいこと、ひどいかな、人の戦士を、初期ヘーゲルの、言い草を借りて言うと、自由を説いた、絶対的な自由を説いたイエスの教説から、キリスト教会という教制の組織が出来上がったのが歴史の謎です。それと同じように規模ちっちゃいな、やっぱりって言うと経済学批判の一章からマルクス経済学というのが生まれたのはやっぱり不思議なんですよ。
で、その意味で資本論は経済論の本ではない。で、私は今回端的にやはり経済学批判の本として、あるいは本当はエコノミーというのは経済という意味でもあり、経済学という意味でもあるから、経済批判の本であるんですね。経済学批判であるほかに経済そのものの批判でもある。その批判の本としてということは別にでも、肩肘張ってそう読んだんじゃなくって、だってマルクスそう書いてるし、題名そうだし、読みはそうか、その言う方いっぱい書いてあるし、というレベルですごく真面目に、真っ当に読んだつもりなんですね。で、そこからじゃあ、宇野経営に対する、宇野経済学に対する、ある一点での、私全然それは分からないってことを言うんですけど、まず前提として、宇野経済学体系が出てきたら、もちろんこれはいろんな文脈があるけど、一点に限って言えば、興味持たない方多いと思うので、ちょっと言うのを言うんだけど、簡単に言いますと、言論体系からはいかなる実践も導かれないっていうのが、簡単に言えば、宇野経済学体系の一つの隅に置かれた石ですよね。で、それは、すごく積極的な意味を持ってた。まず資本論の読みとして積極的な意味を持っていたのは、いわゆる断章主義で資本論そのものから当面する戦略を引き出そうっていう流れが今だってあるけど、当時はもっと強くて、それに対してそれが資本論の読みを歪めてしまうっていうことがまず言って、それから、国家的に僕はコミットしないけれども、それは言論の作り方も歪めてしまうというのが第一点で、さらに宇野さんとしては実はそれは実践そのものも歪めてしまうと考えたと思います。で、その限りでは全くよくわかりますし、正当だと思います。正当だと思うけれども、しかしそこで、宇野派が共有する理解として、いわゆる科学とイデオロギーの峻別ということが出てくるわけですね。だけど、イデオロギーってどう、イデオロギーって言葉自体は無条件には伝わらなくなった言葉ですけれども、資本論が経済学批判である以上、それは当然イデオロギー批判です。だから資本論は当然あるイデオロギーにコミットしてるんですね。批判という形でイデオロギーにコミットしてる。だから、イデオロギー批判としての経済学批判という面を脱色してしまえば、それは資本論ではないし、マルクスでもないという意味では、僕は宇野派流の、かつての宇野派流の科学対イデオロギーという二項の峻別という立場は取りませんし、それからもう一つ、科学という欲ですが、宇野派が強く抵抗した正統派というのは、同時にいわゆる科学的社会主義という立場なんですね。だから、宇野さん、宇野学派が、抵抗した対抗勢力というのは、科学的社会主義であり、その一つとしての、社会主義経済学なんですけど、だけど、という意味では相手はすごく素朴な、なんていうか、むき出しと科学主義です。だけど、不思議なことに、あるいは、誠に残念なことに、宇野経済学、少なくとも宇野さん自身が科学主義であり、論理主義なんです。悪い意味で。で、僕は宇野さんに含まれている科学主義にも論理主義にも、1ミリもコミットしない。1ミリも。どうしてこういう口が滑るかな。3センチぐらいはコミットするかというのは、あまり共感したいと思います。で、科学主義ってはちょっと厄介だから、論理主義だけ言いますが、これは中で書いたことですけど、で、特に宇野学科の第一世代以降を目指しますけど、とにかく論理的に導出するにはとか、論理的な再構成とか論証とか、そういう用語ばっかり出たが極めて多いんですよ。だけど、ものすごく素朴な話をしますけれども、資本性っていうのは数学の対象ではなくて、歴史的な事象であり、社会的な事象であり、マルクス自身も何箇所かで
立ち位置で論じているように、すべての歴史的事象がそうであるとあるように、いくつもの偶然の結果生まれているわけですね。偶然と暴力が資本性を生んでいるわけです。で、偶然と暴力が生んだあるシステムを端から端まで、つまり商品から信用に至るまで論理的に全て解けるっていうのはとてつもない、私としてはとても信じられない思い込みです。そんなことあるわけない。で、そんなことやっちゃっていいわけないんです。で、私は世情を流布している宇野批判のように、結局それは資本性を永遠化するソフィスティケートされた資本主義用語であるなんていうですね、大冗談に振りかぶった批判は絶対口にしません。絶対口にしませんが、しかし今ちょっとカリカチュアになっちゃったけどでもほぼ筋は外してないと思いますが、そういう論理主義は資本性の理解としてもおかしいし、マルクスの資本論の理解としてもやっぱり変だと思うんです。だから、そうだな、こういう場でそういうことを聞かれると、どうしても品悪く自分の立場と他の立場とのデマーケーションというか、違う違うってことばっかり言い出しになっちゃうけど、もう一回振り返せば、宇野理論が登場した脈絡の、でその脈絡に対する宇野さん、宇野理論の当時としての正当さは完全に認めます。それは理論とっても実践とってもとっても重要なことだったということは認めます。で、その上で、さらに遡って宇野さんが今に至るのを最も深く最も緻密にマルクスを読んだ一人であることも、これはもう守手を挙げてみたいと思います。しかしなお、宇野理論あるいは宇野学科の基本的な考え方の一点二点について決定的な意を違和感を持っているから、がやっぱりどこ宇野言論の解説じゃないですから、で、なんかで人に知られたんだけど、なんか宇野さんが人名作品見たら宇野さんの名前がいっぱいあった、だから読む気ないとかって誰かに言ってるらしいけど、そんなことありませんので、別に宇野さんの解説してるわけでも宇野さんを用意してるわけでも、宇野さんだと言ってるわけでもないので、その辺ぜひ誤解なきしたいと。ただもう一回話はもう行ったり来たりしたんだけど、でも頭を最初に戻すと、今現在日本語でマルクスについて書くときに、この国の膨大な業績を一個だにしないというものは傲慢です。で、資本論絡みであるならば、その中で宇野行動とその学科の業績を無視することはただの無知だと思います。僕は傲慢でもないし、無知は無知だけど、見栄があるから、傲慢でもないし、ただの無知とは言いたくないから、そんな意味ではプラスマイナス両面で、確かに今回宇野さんとその学科に、かなり意図的にメンションしているということを改めて認めます。次まで僕は話すの嫌いだとかって最初さっき言ったけど、話し始めると止まんないっていう僕の心みたいになっちゃってすいませんが、だいぶ時間もしてきておりまして、最後に会場からの質疑応答ということで、締めたいと思うんですが、その前に最後にですね、資本論は結局150年前ぐらいに書かれた本なわけですよね。それが今でも読み継がれていると。で、熊野さんが考える場合に、資本論を今読むとして、どこをどういうふうに読むということを、ちょっと話していただければ。そうですね、まず形式的な大枠としての答えは最初のご質問に答えたところで、もう一回しかしそれがやはり言いたいことでもあるから半分置いてまず繰り返しますと、少なくともなんかもうこれはですね、否定しがたい実感になっちゃったんですが、私たちまだ一人一人避けがたく拭いがたく、かつ誠に
残念なことに資本制の支配のもとに、で資本制に対してじゃあどういう態度を取るかっていうのは、やっぱうどじゃねえかって言われるとぐどでもないんだけど、とりあえず別問題です、別問題なんだけど、とにかくで自分を支配しているもの、自分を条件付けているものについていくらかでも知りたい、ここまでは、まあ、どうしてもなんていうか正面抜きで繰り返してみたいですね。で以下も正面抜きになっちゃうけど、その場合にやっぱり唯一のとはさすがに言わない、他にもあるかもしれないけれども、残された、適所として残された遺産の中で最大の遺産が、マルクスの資本だった。だからまずその文脈でマルクスを読みたいと思った。それは大状況ではないんだけど、個人的なことから見てそれが一つの動機だということはまず最初に申し上げました。でじゃあそれでマルクスの資本論でさらにじゃあ今どこをどう読むか、確かにそれと相対的に独立の問題として改めて問われるとで、まずネガティブに言いますと、そうですね、もうちょっと遡って言うと、広松さんはその人を貴重な例外として、例外な人として、哲学屋が、まず哲学屋がマルクス・プロパーで書くってこと自体が今、かなり減ってて、皆無とは言いません。地味で、しかし手堅いいい仕事をしてらっしゃる哲学家という研究者いらっしゃるから、いらっしゃるわけですけれども、しかし少なくとも一時期に比べると哲学家のマルクス研究というのはほとんど目につかなくなっちゃいましたよね。でもまあ繰り返しはある。だけど、まあ、今それでも哲学家がマルクスに関して本を出すとして、誰もがまずやっぱり昔からの役割分担があって、初期マルクスだろうと、少なくともせいぜいドイツイデオロギーはだろうというふうに大抵の人を考えたってだと思うんだけど、これは端的にやっぱり本当にマルクスを論じるんだったら単純な話、資本論しかないんですよ。さっき別のこと言ったな別のこと言ったけど、最終的にはそうなんです。さっきはね、マルクスの若い時の論文はそれだって魅力的だしいいじゃない、別に読んだって読んでくださいと言いましたが、でも逆に考えるとマルクスが資本論の第一巻、少なくとも第一巻が出してなければ誰も読みませんよ、そんなもん。ヘーゲル法哲学批判調査したのね、なんとかまして経鉄走行なんてもうミスエリのノートです。資本論があるからみんな読むんです。っていう意味で単純にマルクスを論じるときに資本論論じなければマルクス論じたことにならない。でももちろん一つには世の中には分業が、これマルクスも言う通り避けがたか、見通しがたい分業、見通せますけど学問程度だったら、でもまあ分業がある。で人様にちょっかい出したら嫌がられるっていう下世話な事情もあって、まあ昔から初期マルクスは哲学や、資本論は経済学やで明らかな分業があったんですが、でも僕はその分業が言えば、認めません。マルクスを考える以上認められない。で貴重な例外広松さんだって言ったけど、でも結局広松さんも今から考えると60歳とは若いですよね。恐ろしいことにあと5年で私広松さんが亡くなった年になっちゃうんです。で、それもあるんです。広松さん60歳になる方は多分ね、本当は一人でね資本論全体について書きたかったはずですよ。だけど一点絞れば広松渡の資本論理解は、完成講師としても確かに大事なポイントとしての価値形態論です。で価値形態論が極めて重要であり、マルクスの資本論体系の肝の一つだと、これはもちろん批判しません。でもあえて今回いくらでも議論できるんですよ。価値形大げさな話だけど、価値形態論でこれだけ傘書こうと思えば書けます。僕書く準備ないけど、でもあと3年時間くださいって言ったら書きます。でも書きたくないけどね、そんなもん。でも時間の幅でいうと3年で書けますよ、書けますが、今回そういう本は書きたくない。どうしても資本論の全体が書きたかったんです。で、だから一つには価値形態論はまだそれは読みどころだけど、でもじゃああえてそれ以外で話すすみません、ごちゃごちゃしますが、せいぜい哲学屋が、
資本論をクリットするとしたらやっぱ価値形態論とか、フェティシズムの話だと思うんですが、だからそれだけっていう本は絶対書きたくなかったから、じゃあそれ以外で何かっていうと、あのもうあのポイント絞りますが、一つはですね、内容じゃないです、資格です。だ、うまく今回書けるとちゃんと書き込めなかったんですが、あのあんまり魅力が感じられないであろう、私もあのスモーマンたちでは魅力そんな感じてるわけじゃないんですが、あのマルクスが時代っていう問題にこれだけ、こだわった背景はやっぱり重要で、あの他のところもあるんですが、時代論が一つの典型であるような、あの要するに自然と資本性との接触面、境界面ですね。でこの話は いろんな箇所で、でその頂点の一つが資本論体系の構成上は時代論という意味の時代論です。だから、自然との境界面で人間の生産を捉える資格というのは全体にわたってありますが、その資格自体は、やはりまだ読まれるべきで、その適則部分としてはうまくいってないけど、あるいはなんとなくあのちょっと憂鬱な部分であるけども、一つはあえて時代論って言ってるんです。それからもう一つは、これはさっきも言いましたが、信用論なんですね。信用論で結局あの、金融資本で現在 あのグローバルな規模でのマネーゲームにまでつながる話ですね。これはあの今現在の要するに、グローバリズムにおける、金融市場がどうしたらうんぬんっていうのは、これは専門家の話がやるべき話で、哲学系の課題ではないと思いますから、それというのを直接にコミットする気は全くありませんけれども、ただどう考えたってまっとうに考えて、グローバリズムっていうのはとんでもないですよ。あのでそうだ、言っちゃうもん今の総長がグローバリズムとかグローバルが好きなんですよ。で、あの多分あまりよく考えたお使いじゃないと思うんですけどね。とにかくタフでグローバルな東大生ですからね、そんな本僕絶対見たくありませんよ。でまあそれ置いといて、でとにかくグローバリズムっていうのはどう考えても集奪のシステムです。地球規模の集奪なんですよ。で、僕はその支配下にいることは耐え難い。でも、そこからの亡命地がどこにあるわけじゃないってことはもちろん知ってますが、あのいくつか耐え難い、自分がまさにその時代に生きていることが耐え難いことをいくつか挙げるとしたら、一つは地球的規模の集奪としてのグローバリズムが全面化した時代に生まれあせたことを極めて遺憾に思います。で、グローバリズムがどうして現にある形で可能になったのか、その少なくとも出発点の条件を明らかに しきったとは全く思いませんが、明らかにする際、現在でもやはり入り口になるのはマルクスのうまく完結しなかった、あのというか公平に言ってどう考えても失敗してる資料論なんです。あのバラバラなんです、走行もエンゲスがまとめた状態もすごく読み取りが難しくて、でだけどあの中に散りばめられているいくつかの洞察資格というのは思い込みですよ、多分ね、ですし証明できないけど、でもあの私にとっては私の性を条件付けている条件として絶対同意したくない条件の一つを考えるときに不可避であって、やはり今日もなおあの資本の読むときのやはり読みどころなんだろうと思っています。で、最後の終わりには忘れちゃうんですね、宗教機関再興と書いたのは、これは外的なことを言うと、これに関わる言及を昔講座物で書いたっていう外的な主張もあるんですけど、でも今まさに信用の問題こそ、焦点の一つだということを用を取ってもうちょっと縮めて言うと、
要するにある独特の芯が現在世界を支配しているんですね。でその芯に基づいてとてつもない金が動き、その芯に基づいて、グローバルな危機もまた生起し、いやーそこで儲けたやつみんな首つって死んじまえって思ってたら、って思う人もいるでしょうが、そういう形でとにかく芯がこの世界をやはり支配し、しかし時に決定的にほころびるわけですね。その意味で、この世界を今支配しているものに別の名前があれば世俗の宗教である。マルクスの言葉をイコール言葉を使えば世俗の宗教である。その限りで資本論は少なくともその重要な部分において、宗教批判の継続である。天上の批判を経由し、地上の批判を貫徹した結果、この地上のシステムの中に天上の論理がなお働いていることを明らかにする、宗教批判の継続だったというのが一義的な解釈は押し出す気はないという限界内で、しかし私今回強く考えていたことの一つです。よろしいでしょうか。もう時間がかなり押してきているんですが、編集サイトで、やっていて気づいたことを言ったので最後に私の方から言いますと、この本は基本的に軸割れがありません。これは本人が強調してくれというのであえて言いますが、例えば、なんか熟語があってそれを半分が次の行に渡っているっていうケースはないはずです。基本的にもしありましたらぜひ教えてください。で、最後に会場の方から何か熊野さんにご質問があれば。伺いたいのは疎外論からと仏性からの話でですね、疎外論者っていうのはずっとある活動を続けていくけど、仏性化論者っていうのは、まあ、途中でやめちゃったりなんかこうあれしちゃうっていう的なことをおっしゃってたんですが、その理由なんですが、それ聞いてて思ったのは、例えば疎外論っていうのは、自分と対象に対して、その仏性化論の方はつまり対象を、関係性として考える。でそうなると その、それを考える人間そのものも主体そのものもその中に関係の中に入るわけですよね。でそうすると自分の立ち位置そのものが、常に非常にある種の関係性の中にあり続けるから位置取りが難しくなるという意味でおっしゃったのかなというふうにちょっと思いながら聞いてたんですが、その辺はなぜそういうふうに、言えるのかというのが1点と、もう一個その原理論のところで歴史というのは偶然がいろいろ入ってくるから、論理的に語りきれないだろうというのはそれは全くそうだと思うけど、だからこそその、中核部分は論理的に、語れるでしょって言って、語ったりするんだけど、その辺は、そうではないんでしょうかという2点を。でしたね。まさかといて。さっきよりも疎外論と仏性化論、いやいやその現場説とかが、まあ、無責任な方言なんですが、ですがそれをいわば仏性化論の方もやや親切にかつ比較的原理的な次元で考えればともおっしゃる通りだと思うんです。関係の第一次性みたいな発想っていうのはどっかで。いわば決断するときにとっても不利な立場だと思うんですよ。関係の第一性っていうのは、あるいは関係づけられたあり方っていうのを無理に英語に直すとやっぱり同じ言葉しかなくて、レラティビティっていうのは当然相対性でもあるから、どっか決定的な場面でコミットする決断するときに原理的に仏性化論者っていうのはたじろんでしまうってこともきっとあるですね。それからもう一つは関係と生成の中で事柄を見て自分も関係と生成の中にあるってことは、まあ立場変えやすいっていうかなんていうか、それに対して悪く言えば疎外論に強くコミットする方の方が
激しく思い込んだ事柄を手放さずにじっと握りしめるというのに有利な多分立場なのかもしれない。でこれはこれ以上無責任のことはやっぱり言うのはわかりますので、で原理が次元からややさらっとところまでおそらく基本的なところはもしかしたらそういうことはあるのかもしれません。それはむしろ率直に認めなければいけないところなのかなと思うんですね。で第2点ですが、第2点もある意味でおっしゃるとおりで、まだ1点もう一回反復させていただくと、だから今のお話の延長上でね、言論体系として独立した言論体系は論理的なほどいいっていうのは言えるかもしれない。だけどということは、さっき言ったことをもう一回繰り返せば、言論体系を作るっていうことと資本論を読むっていうことは強い意味で独立で、資本論からは言論体系を作るっていう以外の問題関心がもうダダ漏れにいっぱいあって、で単に言論との絡みでのみ資本論を読むっていうことは、その資本論というテキストを極めて貧しくしてしまい、読みどころを読まないで済ましてしまう。とりあえず今日限定して言えば申し上げたかったのことで、でもこの点でももう一回ダメ押しでもう一回悪口言っておくと、でも言論体系全体は論理的にってやっぱ無理ですよ、言論体系に限っても。で宇野さんの言論にしたって完全にいわば文字通り演劇的なリジットな論理になっているとはさすがに思いません。極めて論理性の高い体系だと思いますけれども、でも論理って言ってもいわば宇野さんや宇野学科や僕ら哲学畑の人間が使うときに少しまたグラデーション違うと思うんですよね。我々は厳密な意味で限定的に言う論理では宇野体系さすがないと思ってます。よろしいでしょうか。今日もどうもありがとうございます。先生はですね、まだこの本を読んでないんですけども、資本性に対して非常に強く見解を申し出て、グローバリズムに対して非常に大きな批判があったんですけども、ではじゃあオルタナティブは何かって考えた時に、その公平性がいいのかとか、そんな経済水準がいいと思うと、多分このように言いたいと思うんですね。で現存した社会主義がいいかって、それは見たらいいと思うと、多分このようにほとんど存在しなくて、じゃあオルタナティブどう考えるかっていう時に、市場マーケットのシステムというのがあるんですが、それについてそのどう考えるか。例えばアナリカルマーキシストというのは、その市場は認めようと、資本市場にコストアクセスだけ平等にしてクーポンみたいな格好してというのを考えたというのがあるわけですけれども、そういうマーケットっていうのをどのように先生のオルタナティブという図で考えておられるのかというのを聞きたいんですが、ほぼ確実にその手のご質問を頂戴するものと覚悟しておりましたが、覚悟していた割に何も考えてこなかったんですけれども、ですね、おっしゃる通り、ある意味私まず今大抵専門のものなら哲学者になれると専門書くんですけど、マルクス研究者じゃいささかもないっていうのはこれはっきりしてるんですが、でマルクス研究者ではいささかもない人間が資本論について書くっていうことに天満味噌で言うと大きな意味があるじゃないかと思ってたわけですが、で実はマルクス主義者でもあるんですよ。で今おっしゃった通り、かつて存在し、あるいは現にまだ一部残存しているいわゆる社会主義体制について、これは言います、1ミリも共感したことがあります。そういう意味ではマルクス主義者ではありません。で他方をこれは理論的な判断というよりは何ですか、現在も含めまた典型的にはマルクスがそれを描き取った時代を典型として、資本性自体はいわば端的にいわば倫理的にやはり私は悪だと思います。悪だと思いますが、でただそれを言えばホーリスティックにそれ自体超えるという構想は全く持っていません。でおっしゃるとおり、分析的な主義者たちはマーケットシステムを承認して、マーケットシステムを承認することでまた数理経済学と基
ちんと、まあ、いわば共同できる場面を作り、接点の歴で一定程度言論体系をかつてよりは例えば森島さんなんかの時代に比べても飛躍的数理化が成功したわけですよね。でそれはおそらくかなり大きな業績で全然否定するつもりないんですが、マーケットシステムを完全に、いわば以後も永続するものとして、しかも総体として永続し地表のすべてを覆うものとして肯定することには今根拠は示せないんですが、やはり強い違和感があります。だからマーケットシステムを全面的にやっぱ肯定はしたくないですね。でその上でじゃあ、いわゆる過ぎ去った社会主義体制にも残り続けている社会主義体制にもいかなる希望をつながないで、そしてじゃあ大田区が何かっていうと実はそこから先は自分に固有の仕事ではないと思っているし引き受ける気もないんですけれども、一言だけ言えば当面はマーケットシステム自体が支配的であることを前提とせざるを得ない、しかし多様で多数で、飽きのこないいろんなアルタナティブのちっちゃな運動、中規模の運動ぐらいしか展望はないだろうと思ってます。で一言ちょっと別の分野で触れようと思って触れる機会がなかったのでそこ関連して言いますが、今回そうですね、割と言及したのは宇野学派以外に加害工人さんにも結構言及しました。でこれはやっぱり今現在マルクスについて書くときに唐谷さん知りませんっていうのはかえって不誠実だと思って意識的に言及してるんですが、そのポイントを補足で2つ言いますと、1つはしかし唐谷さんの議論はきれいに宇野学派の文脈に収まるちゃんと言う必要があると思って、宇野学科のメンションとの絡みでも体に言及しています。かもう一つはですね、もうちょっと遡る話なんですが、体さんがマルクスの可能性の中心を出されたのが1978年だと思うんですね。その時大学生だからもちろんそのリアルタイムで本の時は読んでますが、その時とそれから78年、80年代にかけて片井さんの仕事って僕は口はばったく言えば同時代的には評価しませんでした。あるいは今正直言ってちゃんとその意味が分かりませんでした。僕以外にもそういう見え方をされた方少なくないと思いますが、思想史的に言えば78年の可能性の中心から80年代への形式化の話における川谷さんの振る舞い方はやっぱりこの国のポストモダニズムの一つだったし、しかも芸術としてものすごく感覚的な、しょうもないことを言うと私の目からは A カッコ C に見えたんです。 A カッコ C にしか見えなかったんです。ところがでもまあ一定程度時々付き合ってもいました。でも川谷さんに対する見方が少しあれと思って変わったのは、どうやら真面目に本気でナムというのをやるらしいということが分かった時に、あでそこから逆読みするとあこういうことを言っていたのかってことが割とこうと何かがほどけるように分かりました。でそれからナム以降でナム自体にも別に私同意してませんが、ナム以降しかしかなり敬意を川谷さんに対して持つようになりました。で、たまたまですけれども私が岩波新書で西洋哲学書を書いた時にあれが赤飯宣伝突破とかっていうフェアに載ってて、でもう小江戸行ったり来たりで川谷さんと写真とか並んだりして、わ一生一回だろうなと思ったんですけれども、そこでちょっと世界共和国へっていうのを読んで困ったことにこの人本当に本気なんだって思ったんですね。で理論家としての川谷さんに高い関心とより強い敬意を抱くようになりました。だから
ただ私は世界史の構造とかまだきちんと全面的に検討しておりませんし、そういうところまでにわたって川谷さんに対して、口はまったいけれども今持っている評価と敬意を持ち続けるかどうかわかんないです。わかんないですが、しかし、言ってみればああいう方向もよくわかるし、ある意味で今今現在マルクスの先で何かを引き受けようという時に、まあ一つの可能性なんだろうということまでは、認めないのはむしろそれは、見方が狭いというものだというふうに、考えております。ご質問自体には何一つとしてお答えしておりませんけれども、当面これでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは予定の9時をちょっとオーバーしてしまいましたので、本日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。どうも、熊野さんありがとうございました。